領域領域での専門性の高い方に集まっていただいて、網羅的な評価ができた。潤滑油がエンジンの部品の一部として使われるようなイメージですよね。粘度が高いっていう部分では当然その信頼性は上がりますから。サーキットに持ってったり、普段こう乗ってる中でもトルクが出る。信頼とその性能の部分のすごいバランスが取れてるな。もう乗ってて分かるっていうオイル、燃費がいいです。ノーマルオイルに戻れない。